今回お問い合わせより台車の滑り止めについてご紹介します。まずこちらの台車ですね。こちら荷台に、こういった滑り止めないですね。まあ、ちょっと縁にこういう荷物が落ちないような工夫はしてありますが、例えば段ボールですね。こんな感じで滑ってしまいます。でこちらの台車はここですね、滑り止め1、2、3、4箇所とここに、こういった溝がありますので、こういうところで滑り止めになっています。